簡単に裂けるんですよ。だからね、包丁がいらないんですね。混ぜ混ぜしていきます。混ぜ混ぜ。どうも料理の皆さん、リュウジです。アジマヤです。はい、ということでですね、今回はですね、ナスってね、美味しいですよね。僕ね、基本的に全ての野菜が嫌いなんですよ。なんですけど、ナスだけは好きなんですね。ナスってもう何にしても美味しいんですけども、僕がもう本当にガッツガツ食えるっていう、なんだっけこれ、無限ナス。無限ナス、無限ナスをこれからね、作っていきたいと思います。頑張るぞ。はい、ということでですね、材料説明です。ナス、しらす 20g です。ごま油が小さじ2です。お塩小さじ5分の1です。黒胡椒が適量です。皆さん、わかりますね。僕といえば味のことですね。サンフリ、作っていきます。ということで、ということで、やっていきたいと思います。美味しそうなナスを。まず、ね、今回ね、包丁使わないんですよ。まな板いらない。洗ったナスは、ラップを包みます。こうやってね。こうやって。レンジに入れます。600W、3分。イベントとかすると電子レシピをやることが多いんですけど、電子レンジかけるじゃないですか。だいたい3分とか5分とか、その時間無なんですよね。いつも頑張って喋ってるんですけど、いつも絡まってるんですよね。レンジに入れる瞬間がもうものすごく怖いんですけどね。ちょっとあんまり面白い話じゃなかったから、まあ別にカットしてもいいやこれ。3分チンしたのがこれですね。すごく熱いから水で、ね、冷やしてね、やろうと思ってるんですけど、これね、手で、ね、簡単にちぎれるんですよ。どうや、こんな感じで簡単に裂けるんですよ。だからね、包丁がいらないんですね。熱っ、熱さ平気ですからね。すごくね、裂きやすいんですよね。あのレンジ十分に冷やしてください。危ないですから。めっちゃ熱いんだけど。こんな感じでね、こんな感じでね、包丁使わないっていうのがね、一番いいんですよ。こっちはね、すごい冷めてる。全然大丈夫。これに味付けしていくんですね。まずしらす、はい、これ 20g、 ごま油です。お塩小さじ5分の1ですね。味の素です。味の素を1、2、3分ですね。黒胡椒です。混ぜ混ぜしていきます。混ぜ混ぜ。味パンダ君もやってみる。はい、よくできたね。ということで、もうね、調理は完成なんですので、ね、盛り付けていきます。こんな感じでね、トロトロになるんですよこれね。で、丸ごとやることによってナスのね、中でね、丸ごと蒸されるんですよ。すっごく美味しいんですよねこれね。すっごく簡単な調理法なんです。味の素とごま油使えば何でもうまくなる。黒胡椒でお化粧して、はい、はい、できたー。なんだっけこれ、無限ナスの完成です。はい、ということでですね、早速やっちゃいたいと思います。いただきます。いただきます。ナスが甘いです。なんでこんな甘いのか僕にもわからないです。めっちゃ美味しい。手で裂けるぐらいですから、ナスがね、トロトロになってて、ごま油と塩と味の素ってなんでこんな美味しいんでしょうね。うまい、本当に。とにかくめちゃめちゃうまい。はい、これで料理研究家やっててね、いいなと思うな。やっぱりね、いろんな味に出会えることですね。この方法はね、めちゃめちゃ美味しいんですよ。焼きナスも結構トロトロになるんですけども、やっぱりね、レンチンナスはね、簡単でね、すごくいいんですよね。後片付けもね、そんないらないんで、非常にいい利点かなと思います。おつまみに最適だし、付け合わせお野菜ですからね、お野菜たっぷり取れますこれ。うん、皆さんもぜひやってみてください。今回の動画、みんなどうだったかな、どうだったかな、どうだったかな、美味しそうだなとかですね、作ってみたいなとか思っていただいた方、ぜひぜひ高評価およびチャンネル登録をよろしくお願いします。味の素もよろしくお願いします。